天樹と仲いいと思われたくないから。あっちげ、今のお手洗い行ってくる。天樹、なんなら俺学校でも挨拶控えるよ。仲いいって思われるのが嫌な気持ちもわかるし、でも俺は違うから。ちょっと寂しかった。俺は本当は宝の仲のいい人のこともついでに丸ごと好きになりたくって。だからそれが嫌なんだって。俺より天樹と仲良くなられるのが嫌だっつってんだよ。あいつら絶対興味持つし、もし俺より仲良くなって天樹が可愛いのバレたらピャーって言ってくんね。うわー、え、何外した？消えたい。